私がいつまでも晴れ豚を捕らえられないから見るに見かねた黒豚が。ええ、晴れ豚を倒すためにトレーニングの旅に出る。えらいわ黒豚。船チヤマールじゃなくてチヤマナゴ。ピー、気をつけてね。たくましくなって帰っておいで。そしてまだ水着姿かよ、またむってば。宇宙へ旅立った黒豚は人工衛星で懸垂したり、隕石の滝に打たれたり、ダンベル代わりに UFO など使い、下半身もワン・ツー・ワン・ツーエクササイズで中高。黒豚たくましくなっちゃって、勇ましくなっちゃって、ムキムキになっちゃって、やっ、素敵、女からしい、バカ丸出し。あら、どうしたの、筋肉など痙攣させて。しっかりして黒豚、黒豚。そりゃ典型的な筋肉痛ってやつでしょ。え、そうなの、腰のひねりは何よ。あ、かわいそうな黒豚、すべての筋肉を急激に鍛えたもんだから、しっかり耐えるのよ黒豚。そうだわ、お薬を塗ってあげる。え、どうして薬はダメなの。有効期限過ぎてて腐ってたから。来た、お医者さんに。注射が怖くて嫌がるのよ。そりゃわからなくもないけど、綺麗な看護婦さんだったら僕は試したけど余計嫌がって。ストッキングも刺さるし、嫌がなってんしょ。殴られる上は私の得意とする中華のお怒りよ。ゆうだしを痛い、ごめん。中華な神よ、どうか黒豚を。聞いたの、お祈り。いえ、ちっと。じゃ、僕らはお話聞いたんで帰ります。